い原誉氏、ほまれし、飯原ほまれし、いし、1983年4月26日体は、栃木県小山市出身のプロ野球選手、外野手、内野手、右投げ右打ち。からまでは、NPB の東京ヤクルトスワローズに所属。現在は、ベースボールチャレンジリーグ、BC リーグの栃木ゴールデンブレーブスで、ヘッドコーチ兼選手として、プレーを続ける。 愛称は、メシ、名字の、いい原に使われている、メシの読み方からの連想。次元、ボンクラ、ヤス、ヤッシー、ヤクルト時代にチームマスコットのツバクロウが命名。小学校1年生で野球を始める。中学校は、私立総中学校であり、野球部の2学年後輩に、プロでもチームメイトとなる、ナルセヨシヒサがいた。高校は、県立小山高校。 大学は、白王大学と、アマチュア時代はすべて地元の栃木県小山市で過ごしている。もともとは、投手で、高校時代は、喧嘩随一の投手として鳴らした。プロのスカウトも注目するほどの逸材であったが、肩の怪我のため、大学時代に外野手へ転校する。俊足高度の外野手として活躍し、ベストナインを4度獲得した。野球に対する視野を広げるため、 一級に対する集中力を高めるためと3年時には遊撃士を務めた。2005年の NPB 大学社会人ドラフト会議でヤクルトスワローズに5巡目で指名。契約金3、500万円。年俸1、200万円。金額は推定という条件で外野手として入団した。入団当初の背番号は46、栃木県内の大学から。 NPB 入りを果たした選手は、飯原が初めてであった。の、春季キャンプは1軍でスタートしたが、当初の注目度は、さほど高くなく、オープン戦も当初は、ダイソーや守備固めでの起用であった。しかし打撃面で最後まで4割超の打率を維持する、好調を示し、ルーキーながら開幕1軍が決めると、3月31日の対阪神タイガース戦で、9回に、 左翼の守備固めとして、プロ初出場を果たした。4月22日の対横浜ベイスターズ戦では、7番、右翼手として、初のスタメン出場を果たし、初安打、初盗塁を記録した。翌23日には3安打で、初の猛打賞をマークするなど、最終的に28試合に出場して打率。324と活躍したが、1軍には定着しきれなかった。2軍では打率。 274、5本類打、12盗塁の成績を残している。7月20日のフレッシュオールスターゲームにて、4安打三3得点1盗塁の活躍を見せ、チームでは、青木信近以来の MVP を獲得した。オフには、古田敦也監督の方針から、大学時代以来となる遊撃手に挑戦し、ハワイウィンターリーグには、遊撃手登録で派遣され、 リーグサイトの5本塁打と打撃の結果も残した。は、外野手として登録されていたが、岩村明則のメジャー遺跡であいった三塁手のポジションを、宮井で高志寺、畑山和弘らと争うことになった。春季キャンプでは、宮本真也の故障もあって、遊撃手のポジションを任せられる。経験は浅いものの堅実なプレーを見せ、監督の古田からは、キャンプ最大の収穫と評価された。 シーズンでは主に三塁手として起用されたが、特に強い打球が飛んできた場合に失策が多く、リーグ最多の18失策と守備が安定しなかった。三塁手118試合、遊撃で11試合、外野で11試合、二塁で1試合と、内外野様々なポジションを守った。打撃面では、シーズン当初は思い切りの良さを見せ、 8本塁打と結果を出したが、相手からのマークもきつくなってじりじりと成績が後退した。最終的に初の規定打席に到達したものの、打率、246、83三振と、飯原はもっと出ると起用し続けた、古田の期待には応えきれなかった。しかし出塁した際は、スピード感のあるプレーを見せ、青木専務屋を上回りチーム最多の23盗塁を決めてる。 オフには指定強化選手に指名され、外野への再コンバートが行われた。また瞬足を活かすためのスイッチヒッター転向も検討されていた。は、長らく左翼手を務めていたアレックス・ラミレスの遺跡で7番、左翼手として開幕。5月から一気に調子を落とし、福地先にレギュラーの座を奪われる。その後は不振に陥り、レギュラー落ちしたアーロン・ガイエルの代わりに、 ナイトに回った、福地の代わりのレフトとして、長らく、川島慶三や竹内真一と併用されていたが、6月、後半から息を吹き返して7番に復帰。失速せずに調子を上げたことが認められ、青木戦親が五輪で離脱中は3番に抜擢される。長打も打てる存在として、青木の復帰後は5番に定着した。最終的に2年連続で、規定打席に到達し、打率。 291、9 29本類打、62打点の成績を残した。は、ガイエルの復活もありスタメン出場が激減した。スタメンの時は、対左投手の時が多かった。最終的に94試合の出場に止まり、打率、250と不調にもあえぎ、終盤は故障で離脱していた。は、ガイエル、福知らの不調もあり、再びレギュラーに定着。 リーグトップの19支球と厳しい攻めに合うものの、自己最高の15本塁打を記録した。一方で、チャンスの打席で凡退する場面が多く、例年高い数字を残していた、得点圏打率がリーグワーストの212に低迷。また、盗塁失敗も増え8盗塁に止まった。は、打撃不振に陥り、一軍昇格と二軍降格を何度も繰り返していたが、 調子が上向くことはなく、自己最低の成績でシーズンを終えた。なお CS ファイナルステージ第2戦では、本塁打を打ちチームの勝利に貢献した。も開幕から思ったような結果が残せず、前年に引き続き打率1割台に落ちた。も開幕から21打席のヒットを記録するなど、4月末に2軍落ち。その後5月25日に復帰後の試合で3打席目に、 今シーズン初ヒットを放ち調子を取り戻す。8月に一時調子を下げたものの、9月に調子を上げ、川端慎吾、松本雄一と並んで9月10月の月間 MVP 候補に挙げられる活躍を見せた。は、前年よりも多い96試合に出場した。規定打席に到達しなかったが打率、306を記録した。は、プロ入り後最低の18試合に終わった。 は、主に代打での出場で63試合に出場した。打率は低かったが、出塁率が3割を超えた。2は、一軍公式戦への出場が17試合にとどまった。10月3日に、球団から戦力外通告を受けたが、飯原自身は、NPB た球団での現役続行を希望。12球団合同トライアウトへ参加せずに、 た球団からの獲得のオファーを待つ姿勢を示していた。2018年1月9日に、本拠地が、地元の栃木県内にある、BC リーグの栃木ゴールデンブレーブスが、飯原の入団を発表した。高知県民扱いで、背番号は、ヤクルト時代の後期に続いて9。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。